どうもなおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、アップデートがありまして新しい装備などが増えました。今日は最強装備を作っていきたいと思います。必要になるアイテムですけども、これがねアッシュクリスタルですね。1回クリアごとに、10個まで入手することができるっぽいですね。はい、とりあえず今日は全ての最強武器見ていきましょう。作り方は簡単ですね。カスタマイズで作ることができます。まずはクロードのこれだな、新装剣プラネットティアリメイク版で出てきた最強装備になるんですけども、効果はこれですね。ハヤテブレイカーオーバーロードの発生確率が2倍になるっていう装備です。で、攻撃力は2900だね。こんな感じとなってます。では生まれ変われ。なんとかなるさ。成功率 100% なので絶対できますね。おー、攻撃力が400上がった。攻撃力400、あ、でディフェンスも50上がるし、はいはいはい、能力値が若干上がりますね。で付属効果よ。なるほど、悪くないね。シールド値の削りやすさプラス 200%。 あー、なるほど。攻撃力も3300まで上がってるし、いいんじゃないですか。おお、いいと思う。で次はエルネストですね。グロリアスソーンが効果としては必殺技ヒットの時にバラを発生させて追加攻撃だよね。これめちゃくちゃ強いもんね。で攻撃力が2200。どれぐらい強くなる？いきます。それじゃやるか。おお、この効果すごいね。必中、攻撃が全て必中になって MP 消費量がマイナス 25%。 すっげえ、めちゃくちゃ強くなった。あ、で攻撃力も上がるね。上がる。エルネストはね、これめちゃくちゃ強くなります。必中っていうのがすごくいい。やっぱり必中じゃなかったんで、たまに外したりはねあったのよ。連続ヒットの間に何回か外すっていうのが、それがいい。でディアス、これ気になるな。これもともと強いのよ。必ずクリティカルになるやつで、で攻撃力は3300ね。3300の命中率が50上がる。さあどれぐらい強くなる。おー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 、攻撃力、命中、ガッツ全部上がる。いいねいいねいいね。で年期発動の上昇効果2倍。え、どういうこと。え、年期って何だったっけ。え、年期って何でしたっけ。一定確率で攻撃力が上昇する。あ、この攻撃力上昇の効果が2倍か。あー、強いんじゃない、強いんじゃないですか。じゃあ次プリシス見てみましょう。プリシスの最強装備はこれだよね。ゴーゴーバーストパンチ、これめちゃくちゃ強いけども MP 消費量がえぐいから若干使いにくいっていうのもあるんだよな。でステータスがこんな感じ、2400だね。あ、これ2つ持ってるから比べやすいか。ではいきます。もともとが、あ、ちょっと待ってちょっと待ってよ。もともとが2400だったのが2000。おお、上がるね。500攻撃力上がる。これはめちゃくちゃ強い。で能力値が、あ、ん？ HP が最大の時に MP 消費なしいや連続攻撃ができるってことですか。これいいね。まあまあ HP がね最大の時しかダメなんですけども、ああー使いやすくなった。それでは次はセリーヌですね。これです。紋章術ヒットの時に、衝撃波を発生させる。で攻撃力がインテリジェンス1100
ですね。これがどれぐらい変わるのか。術師系がねちょっと微妙だったからすごく強くなってほしいんですけども、あ、インテリジェンスが100か、 あんまり上がらないね。で自身のアタックの半分をインテリジェンスに加算。あー、なるほど。っていうことはインテリジェンスが、実質もともとの400か500ぐらい上がるっていうことだね。あ、で多分これあれだよね、自分のステータスのところから上がるだろうから、あ、これもっと上がるわ。火力はすごそう。うん、火力すごそう。オペラです。オペラはこれでしたね。攻撃の時、浮遊状態の敵全体に追尾弾を発射する。ものすごい使いやすかった。すげえダメージ出たもんな。でも攻撃力低いんだな。1450、攻撃力結構上がってほしい。どうだ、攻撃力は、おお、オッケーオッケーオッケー、めちゃくちゃ上がった。1000以上上がったね。あ、これは使いやすい。で浮遊状態じゃなくても追尾弾を発射する。お、めちゃくちゃ使いやすくなってるじゃん。オペラのこれはちょっと使いやすいぞ。続いてはレナ、ラブフォースですね。効果はこれです。割り込みと集中の発生率が2倍ですね。で能力がなんかちょっと微妙だったんだよな。インテリジェンスが700の攻撃400。うん、実際これ装備しなかったもんな。さあどれぐらい強くなるんでしょうか。あ、でもあんまり能力値的には、あ、でもディフェンスは250と、防御性能は結構高いね。うん、でも攻撃性能とかはあまり変わりはなさそう。んで長いぞ。 HP 回復蘇生、ステータス以上の治癒の紋章術発生時ランダムで、あ、なるほど、何かしらのバフがかかるんだ。あー、なるほど、もう完全なバッファー用の装備になってますね。あー、まあこれならちょっと装備してみようかな。ノエルの装備いきましょう。ノエルはこれですね。ナチュラリバイス、味方への紋章術使用時に 25% の確率で蘇生効果。あ、これ使いにくかったっていうかほぼいらなかったんだよな。うん、使ってないこれは。で攻撃力とかも微妙なのよ。攻撃500のインテリジェンス500、ディフェンス120。さあこれは結構変わるでしょう。変わるはず。あ、インテリジェンスが結構上がる。1050はいいんじゃない。ディフェンスも上がるし、 OKOKOK、 使いやすい。で炎症時間マイナス 70%、 これすごくねえか。ちょっと待って、新しい装備で炎症時間がマイナス 50% とマイナス 30% のやつが出てるのよ。それをつけると、え、全魔法が無炎症で使えるっていうこと？それちょっと試してみたいですね。ボーマンです。ボーマンはこれ、HP が最大の時に受けるダメージがマイナス 80%、 これで無敵になることができましたよね。で攻撃力が2000、悪くはないんだよな、悪くはない。さあ生まれ変わるとどうなる。あ、攻撃力上がる。でディフェンスも上がっていい感じ。問題は能力、常に怒り状態か。あー、なるほど。ということは装備を選べ、あ、ちょっと待って、これ強いぞ、強い強い。あのバーサークリングを装備しなくてよくなるんで別のを装備できる。あ、これボーマン強くなる。でもスキルがちょっと微妙なところがあるんでどうなんでしょうね。それでは次アシュトンですね。アシュトンはこれでした。非属性攻撃でブレイク中の敵からのボーナススフィア排出量2倍。あー、微妙だな微妙だったね。で攻撃力が2100。レバテインの方が強い。さあどうなる。僕が頑張らないと。攻撃力が2800。使えるレベルになった。で
他の能力も結構上がる。すべての攻撃が弱点効果になる。いやこれは強くねえか。全部弱点をつくってことでしょ。これ弱点攻撃になると 1.5 倍ぐらい、2倍、いやまあまあどっちにしろ強いぞ。これは強い。ウェルチ行きましょう。これはちょっと気になるね。もともとがバトルメンバーに男性がいると必中になって2人以上でひるまなくなる。で3人で攻撃力3000で、もともとが攻撃力2500。もうとんでもない壊れ武器だよね。これがどうなんの。攻撃力が3000。ああまあまあ全体的に上がって、あ向こう向こう吸収、ああいいね、強えな。で、あ効果としては一緒だわ。ああもともとがひどかったもんな。必中とひるまなくなるのと3000っていうのは一緒で、属性の炎と水が無効で、でもう一つ吸収がついてるっていう。ああなるほど、まあ、強さが底上げされたっていう感じですね。レオンです。レオンは本当に微妙だった。バトルスキルが発動するたびに、MP とインテリジェンスがプラス1されていくっていう、ほんと使いにくいやつだったよね。で、攻撃力がインテリジェンス950。なんか微妙。術師系がほんと微妙だから強くなってほしい。インテリジェンスが1350。400上がったのね。問題は能力。30% の確率で炎症時間が0になるか。30% 微妙だな。70% ぐらいだったらよかったけども。ちょっと微妙かもしれない。それでは最後、千里ですね。バリアブルボルト。これ実際あんま使ってなかったんですよね。サイキックガンの方が必中効果があるので、そっちが使いやすかった。で、これがどうなる？効果としてはもともと、ハヤテの、発動時に攻撃位置へ瞬間移動か。で、攻撃の時に衝撃波を発生させる。で、攻撃力1600。低いね。低い。さあ、どれぐらい強くなるんだい？攻撃力2700。一気に使えるレベルになる。めちゃくちゃ強くなった。で、プラスで、攻撃ヒット数に応じて攻撃力上昇。おお素晴らしいね。まあ、必中はないんだけども、おおいいんじゃないの。サイキックガン、でもねサイキックガン強いけど攻撃力はもう全然あっちの方がいいんで、いいんじゃない。はい、ということで今日は全キャラの最強装備を作っていきました。これは生まれ変わったね。使えるやつが増えたと思います。術師系がどんな感じになるかがちょっと気になるところですけども、まあ、今度使っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。